皆さんこんにちは、みちりかチャンネルのおやんずです。今日なんですけども、スペーシアギアを購入して1週間ちょっと経過しました。それで、ちょっとだけ車をいじってみたので、そちらの方をですねちょっと紹介してみたいなと思います。で、車にオヤンズが映り込んでますね。はい。で、今日紹介したいのは、まずはこちらのウインカー、こちらオレンジのものから、クリアーのものに変えてみました。と2点目は、はい、こちらのリフレクターをですね、光るように、LED で光るように変えてみました。そして3点目はですね、以前動画にしたんですけど、ルームランプをLED に交換しました。ルームランプですね、めちゃくちゃ映り込みますね。はい。ということで、作業風景はちょっとやっぱ時間がかかるので、撮影しなかったんですけど、どのように、光るのか見ていただこうかなと思います。という感じで、フロントのウインカーを、フォグランプとですね連携して、フォグランプのスイッチで入り切りできるように配線しております。で、車検も対応になると思います。と、後ろリフレクターを LED でストップランプとね一緒に光るように配線しました。はい。あとはですね、順序を考えて、なんか取り付けできるものがあればやっていきたいなと思います。で、本当はどうやって付けたかとかね、見せたいんですけど、検索していただければ、ウインカーの交換方法とか、後ろのリフレクターの交換方法は YouTube で出てきますので、そちらで調べてどうやって接続したのか見てみてください。はい。簡単ですけども、1週間ちょっとでスペーシアギアちょっといじってみたっていう動画でした。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。また車何かいじったら動画にしたいと思います。またお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。次の動画も見てね。バイバーイ。
信中。